この愛っていうのが何なのかっていうね、はい、本当にもう考え出すと、ベレード。ベレードとはかけがえのない今この瞬間に存在するため、また一緒にいる相手のことを本当の意味で理解するための愛の道である。ルール説明。チャンスは1回。相手が今ここにいないと思った時にベレー帽を取るべし。ベレー帽を取った方が勝ち、またはそれをかわした方が勝ち。しかし忘れるでない、これは戦いではなく愛の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 道、それがベレーレード。第2シーズン、第2シーズンですよ、はい、いかがでしょう。まあ今日から第2シーズン、まあ今日からというか始まったんで、まあ第1シーズンありましたけど、まあ今日から新しくもう一度リスタート切りたいと思います。そうですね、もうね、本当にね、1回目第1シーズンのことは一回忘れて、忘れて、みんなとも確認しましたけど、やっぱり愛の道を極めるわけですから、この愛っていうのが何なのかっていうね、はい、本当にもう考え出すと、取っても、うん、取っちゃダメなのか、いやそうじゃないと、そうね、取った上でもこう相手に対する愛と、取られた側も取った人たち、取った人に愛を向けると、つまりどういうことですか。取ってよし、取られてよしっていうのが、この第2シーズンで、まあ、どれだけこう実感できるかっていうとこですね。です。今 楽しましたよね。ちょっと楽しました。はい。自信の言葉。まあ、自信とかね、自信あるないっていうんじゃなくて。本当にその瞬間瞬間ポッていう、で自信はない、で自信はない。攻められませんでしたよね、第1シーズンは全然。そう、途中からね、なんかこうやっぱ取られたくないっていうその防戦一方になってたんで、今日はまあとりあえず取りに行く。第一歩。それを聞いてどうですか。いや僕はね、あの勝ちにも行きます。お、はい、取りにも行きます。だけど愛をその後与えたいと思います。さあ、はい、それでは行ってみましょう。はい、はい、それでは向き合って、お、試合開始、レイヌ。あ、何も決めてなかった。何も決めてない。何も決めてなかったね。そうだね。だけどさ、うん、そんなこともいいじゃない、すごく。あ、そうか、決め事ないのが即興だから。決め事ない作っていこうよっていう。そういうこと、そういうこと、そういうこと。友人、これこれ、うん、あ、カブトムシ。ヘラクレス。ヘラクレス、そうそうそう。だからもう角ってやっぱすごいのね。りょうちんさ、カブトムシ詳しいじゃん。うん、詳しい。そうそう、だからヘラクレスのすごいとこ教えてほしいんで、うん、これね、見てみて、うん、裏側もね、ここね、あっ、あっ、あっ、なんだなぁ。あいつまた負けたよ。向き合って、あっ、何なの。ダラダラしない。向き合って、レイ、攻めろちょっと。どうでしたか。取った後にもね、愛を向けることができました。愛を向けることができました。意外に早く来たなっていう。愛は感じました。あの、まあ、楽しかったんですけど、僕はヘラクレスのこのやり取りがもうちょっと続くかなと思ったんだけども、ごめんね、やっぱりそこは勝負事なんだなっていうのを改めてこう実感したんで。ただあのやっぱり、うん、ガツガツ行くことに決めました。始まる前も言ってましたよね。始まる前言ってたけど、もうちょっとなんだろう、楽しくやれるかなと思ったんですけど、楽しくやれるかなと思ったんですけど、なんか意外に唐突にこう人生が終わったみたいな。愛を感じなかったことですね。じゃ あのヘラクレスのこう下りは愛を感じました。質問の答えになってないよ。そういうとこなんじゃないですか。変わってないじゃないですか。何も、何にも愛がねえな。これまでの道はね、全然道じゃなかった。取ったけども、でも違うっていうことで、もっとね、快感を得るようなプレードをしましょう。こちらから応募してください。しかし忘れるでない、これは戦いではなく愛の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 道、それがベレレレレ。